7、6、5、4、3、2、1、0。 The Power of Music フルマキタ、いよいよ開幕。最初の演奏は秋田県立大学ジャズバンドサークルオーシャンバースの皆さんです。どうぞ。ありがとうございました。皆さんこんにちは。秋田県立大学ジャズバンドサークルオーシャンバーズです。はい、初めにお送りしました曲はカントベーシー作曲オレンジシャーベットでした。ソリストの紹介です。オントランペット瑛太くん。はい、オンキーボード花ちゃん。はい、この曲は、ビッグバンドジャズの帝王カウントベーシーが作曲したナンバーとなっております。タイトルにもある通りオレンジシャーベットを彷彿とさせる爽やかな曲調です。秋田で言えば あちらにも見えますババヘラアイスが有名ですが、皆さんどちらがお好きでしょうか。はい、僕はババヘラが好きですね。はい、ということで次の曲に参りましょう。次の曲はビッグノイズフロムミネトカです。ビッグノイズフロムミネトカ、この曲はもともと2名で演奏するデュオの曲でした。この曲を本日はビッグバンド形態で演奏します。軽快なスイングのリズムに乗って演奏しますので、お楽しみください。はい、それではビッグノイズフロムミネトカです。
はい、ありがとうございました。ソリストの紹介です。オントランペット竹内くん、はい、オンアルトサックスあぶみくん、はい、次の曲に入ります前に、我々のちょっと紹介をさせてください。我々は県立大学ジャズバンドサークルオーシャンバーズですが、秋田県の南の方にあります由利本荘市にあります本荘キャンパスで活動しております。普段は学内のイベントでしたり本荘エリアの地域の祭りなどに出演させていただいております。本日はあの秋田市にいて演奏ということで非常に心が高ぶってるメンバーもいるんじゃないでしょうか。いないかな。はい、いないようです、残念。はい、なので、なかなかめったに秋田市に来られないのでぜひ県立大学ジャズバンドサークル秋田県で唯一のビッグバンドジャズの団体なので覚えてもらってもらえれば嬉しいなと思います。はい、次の曲に参りましょう。次の曲は、セプテンバーです。アース、ウィンド&ファイアというバンドの代表曲で知られるセプテンバーですが、本日は9月27日ということでまさしくふさわしい曲ですね。はい、それでは参りましょう。セプテンバーです。ありがとうございます。セプテンバーでした。ソリストの紹介です。オントロンボーン阿部知さん、はい、オンテナーサックス美里ちゃん、
はい、セプテンバーでした、ここで宣伝をさせてください、来月の10月の24日25日に県立大学本庄キャンパスにて学祭聴風祭が行われます、そちらで我々オーシャンバーズ両日とも1時間のステージをいただいてますので、ぜひお時間のある方はお越しください。来ていただけると嬉しいです。はい、それでは次の曲に参りましょう。次の曲はモーニングです。はい、アートブレーキ&メッセンジャーズというジャズコンボの方々で知られるこのモーニングですが、今回は先ほどのビッグノイズプロムミネとか同様にこのビッグバンドスタイルで演奏します。途中でソロが何人か登場しますのでお楽しみください。それではモーニングです。ありがとうございます。モーニングでした。ソリストの紹介です。オンキーボード、ワキ君。オントランペット、竹内君。オンアルトサックス、アブミ君。そして申し遅れました。本日 MC を務めてます、私、トロンボーンの菅井でお送りしました。
はい、次の曲に行く前に、皆さんにお願いがありまして、この PMA のイベントは皆さんからのカンパ募金の協力で開催されております。来年再来年もこの素晴らしいイベントを続けていくためにもぜひ皆さんお気持ちいただけたらなと思います。向こうのちょうどワバヘラアイスさんのお隣に募金箱が設置されてますのでぜひご協力よろしくお願いします。それでは次で最後の曲となりました。最後の曲はディスコキッドです。この曲は1977年全日本吹奏楽コンクールの課題曲として発表された曲です。吹奏楽界では、今でも人気を博すナンバー曲となっておりまして、課題曲らしからぬすごい軽快な楽しいメロディーが特徴となっております。本日は最後までお聴きいただきありがとうございました。次のステージもありますのでぜひこのまま聴いていただけたらなと思います。それでは最後の曲です。ディスコキッドです。
はい、ありがとうございました。すいません、ソロの紹介は抜けてました。バリトンサックス、ゆきちゃん。オンドラムス、小松くん。はい、以上で演奏の一切を終了させていただきます。ありがとうございました。